えー、だんだんこのおお「個人から考える」というシリーズも <laughs> 調子に乗ってきましてですね、えー、今日は「喧嘩にならない議論の仕方というものなんですが、えー、これちょっと前に私が書けばですねこういうふうに国会なんかで議論するからダメなんだなんていう社会的な話になっちゃうんですけど個人の視点から見るということになるとですねまあ喧嘩にならない議論ということになるんですね。 これは何かって言いますとですね、まあ、夫婦の間でもそうですし、友達の間でもそうなんですが、日本人の一つの特徴なんですけどね、非常に頭がよく回るんですよ日本人っていうのは。どういう方向に回るかって批判的な方向に回るんですね。でなんかで議論しようとするとですね、バババ,バっとこうですね、それに反することが頭に浮かんでくるんですね。私が見てますと、議論をするっていうのはですね。 実はあの喧嘩したり物別れになったり相手をやっつけて自分がいい気持ちになるために議論するわけじゃなくてですねあの解決策を見出したり妥協したりするために議論するわけですよ。ですねですから議論し始めますと向こうがね変にこう引っかかってくるんですよ。でなんでそんなに引っかかってくるのって言ったら「いや引っかかってないよ」 ちゃんと批判してるんだよって言うけど、あのあんまり批判しない方がいいんですよね。あの議論っていうのは前向きなやつはいいんですけどね。例えばどういうことかって言いますとですね、例外をこう出してこない。あつまり議論っていうのはですね、あの最終的に、えー、いい方向にまとまるか妥協するかなんですよ。結局議論する必要があるのはですね。例えばまあ一番簡単にはこれ何日に何日にこのこの会合はしようかって言って。 まあいろんなあのそこはちょっと俺がまずいとかこの日は都合がいいとか言って結局は1日決めななきゃいけないけんですよねだからその最終目標っていうのは何か議論する時話し合う時っていうのは決めるわけですよね最終的には。納得したり相互にでですねまず一番いけないのが大きな筋道とは違う例外を持ち出すのは結構あるんですよ。だってこういうのがあるじゃないかとまあそれはそうなんだけど。 まあ1,000個に1個ぐらいそういうのがあってもですねまあ,だいあのそれすごく多いですそういう人があのそうじゃないことを例に出してくるんですよそうするとそれを片づけなきゃいけないからまた紛糾してきちゃうんですねだ大い体い例えば家庭のことだったら毎日行われることぐらいがいいのにあのめったにないようなことをですね一年に一遍ぐらいのことを持ち出すことが結構あるんですねこんなことだってあるじゃない,いやそう言われたって確かにそうだとそれはそうなんだけど 今話してることは毎日のことなんだってな感じなんですねそれからですね過去に言ったことと違うじゃないかって出てくるんですよこれも結構出てくるんですよねそれからまあ夫婦なんかですとね20年ぐらい前のことが出てきたりするんですねだってあなたこうじゃないこうだったんじゃないまあそれはそうだけどそれはま20年前の俺だからってなっちゃうんですねですからこういったものが口をついて出てくるのは何かのですね日本人の ななんんか思考回路の欠陥なんですよねだからそれはまず言わないっていうことなんですよ相手。相手と自分が話してる限りは話がまとまる方向じゃないといけないってことですよね。それからあのまあそのあんまり人を傷つけるとかそういうんじゃないんですけど自分が何か思ってても「まあここはそんなこと言ったら相手が気分を壊すから」とか。 ここここは言言わわせとこうっていうんで言わないいででな時が多いんですね、まあ、これはねあっさりでもいいからちょっと私と考えが違いますが、まあ、どうぞとかですね、まあ、そのくらいのことは言わないとですね相手も一生懸命他人に説明してるのが無駄になりますからね、まあ、それがまあもう一つあるということなんです。それから、えー、感情を抑えるっていう必要があるわけですがこの感情を抑えるというのは議論に入ってから 感情を抑えよようととすするななかなか難しいんですよ議論に入る前に感情を抑える準備をしておくっていうのが僕は大切だと思うんですね。何か今日はちょっと感情的になりそうだなと思ったらですね「やなっちゃいけないよこんなことは大したことないんだから」とか「相手は相手で一生懸命なんだから」というのことでですね感情的にならない準備をしておくっていうのはこれ非常に重要ではないかというふうに思うんですね。まあ、それから一番重要なのはですね やっぱり自分が正しくとは思わないってことなんですこれはまあ私このブログで何回も言っておりますので、まあ、昔からお聞きの方はもうお分かりだと思うんですが人間っいうのはね非常にここは不思議なんです、ね、例えばいつも私が言ってるのは、えー、紫式部に携帯電話を渡してこれで光源氏に電話してみたらって言ったら「あなた鬼?」って言うだろうっていうふうに私よく言うんですね。で これは何を言ってるかっていいますとその1,000年も前の人はですね、まあ、テレビとか、まあ、電気洗濯機もみんなそうですね、まあ、大体電気っていうのは150年前に生まれたわけですから昔だったら電気もないわけですからねよ夜は真っ暗なわけですがもちろん携帯電話とかそんなの考えられないわけですよでそれが分かってないわけですねそれから当時はお殿様がいるのは当然で、えー、身分もある程度あったわけですね 日本は奴隷なんかありませんでしたけど奴隷すらいたんですよね <laughs> 人を売り買いするってわけですからだから常識っていうのはものすごく大きく変わるしまたもちろんあのその当時は地球が中心だとか地球は平らだとか何を持ってたわけですからねですから今そういう意味じゃ子供を間引くつって殺したりもすするわけですからだから正しいのがどういうことが正しいかっていうことはもう1,000年もだったら全く変わっちゃうんですね。 ってことは今私が考えていることはま正しい可能性が少ないっていことなんですよ今ではそれが正しいように思うだけで本当は正しくないわけですねってことは自分が正しいと思っていることと相手が正しいと思っていることはどっちが正しいかわからないんですよただ自分が自分はそれが正しいと思っているだけなんですねでこれはね我々の大脳の欠陥なんですね動物はあんまり喧嘩しないんですよまあ生存競争はしますが 人間のようなな喧嘩はしないんですなんでかって言いますとね私たちの体の中には遺伝子があるわけですね。この遺伝子は38億年間の生物の知恵が詰まってるんですね。どういうものを食べたらいいかとか、えー、な誰は敵で誰は味方だとか、まあ、そういうのを見分ける、えー、のがあの入ってるわけです。でこれはねあまり間違いがないわけですよ。何たって38億年間の知恵と言ってもいいしそれから まあ、多生物多細胞生物になってから 5, 5千万年の知恵っつってもいいし人類が生まれて600万年の知恵っつってもいいんですが、まあ、いずれにしてもすごく長い期間に培われた知恵なんですねところが大脳っていうのはですね一応生まれた時は真っ白何の知識もないそれから生まれてずっと知識が積み重なってそれで正しいとか正しくないと判断するんですよだから生い立ちとか ととの性質かか環境とかによっってて大きく違ってく違るんです正しいということがどういうことか大きく違ってくるわけですね。ですから正しいということは何も客観的に正しいということがあるわけじゃなくて私の赤ちゃんからの人生で培われた大脳から判断すれば私は A が正しいとかあなたが B が正しいとかなるんですね。これが一番根幹でしょうねおそらくは。喧嘩にならならい そうするとやっぱり僕なんか議論がすごく好きなんですけど何で好きかって言ったら相手相手の考えていることを正しいと思っていることを理解することによって自分が少しずつより正しくなりますからそれが楽しみで議論しているわけですそれからまあ稀にはですね相手より自分が上位に立とうと思って議論をふっかけてくるのがいるんですよ途中でそれに私気がつくことがあるんですねあこの人ね結論はどうでもいいんだと ただ相手に対して自分が優越感を持とうと思ってやってきてんなと思う時はねまあ大体は適当なところで切り上げちゃうんですよそのことやったって無駄ですからね <laughs> 人,人間の優劣を決めるために議論してるわけじゃないんですねただえっ、ー、と日本人は非常に下手だだからこれはディベートの練習を小学校ですべきだという意見にすぐなるんですが私はね別にそういうことではなくて議論の心構えというのを 生まれてから一回も聞いてない人が多いんですよねだから夫婦喧嘩も起こるし、えー、どっかでいがみ合うしですね、まあ、特にあの原子力なんか私なんか本当そういう気持ちがするんですが原子力反対の人はですね私が賛成の時に議論しようとしてもしない私が原子力やめようと思って今度議論しようとしてもしないんですよもうものすごく自分たちの意見が凝り固まっててですね絶対に嫌だ っていうね、そういうい構えがあるんです、ね、まあ、えー、議論で喧嘩をしない議論をするということ目的に沿った結果を得るということが、まあ、非常に大切だろうと思います。